兵庫ユースカップということでね、こちらもやってしまいたいと思います。秘密箇所フラム総帥ハッチでございます。まあ、今回ね、まあ、名古屋に来てはいるわけなんだけど、もう帰んなきゃなんない。兵庫の方もね、まあ、明日重賞があるから地方重賞基本やっていこうということでチェックをしてみたいと思います。まあ、こちらの方はね、3歳重賞今後にもつながるね、ビッグレースってことで、まあ、こんな感じでやってみました。軸はですね、5番のバウチェイサー、こちらから行きたいと思います。まあ、交流重賞2戦こそ掲示板のにはもうね、乗れなかったんだけれども、とはいえね、まあ、やっぱり南関東以外の地区からは特に交流重賞に出ていってとか、 JRA 勢と対戦して他地区のレベルが高い馬たちと対戦してという心意気があるだけでもね、やっぱり期待馬の表れだと思います。まあ、前走笠松では重賞勝ってますからね、まあ、実績この中では上位と見て、まあ、軸でいきたいと思います。そして3番ダイヤモンドダスト、まあ、重賞でもそこまで差のない競馬、まあ、前走勝利を収めてますし、再度期待ができると。まあ、重賞でもね、4着、5着、7着だったかな。まあ、そんな感じでね、まあ、着差を見ても、このメンバーであれば、重賞のね、実績上位、まあ、2番手、3番手ぐらいにはいるということで、狙ってみたいと思います。そして7番、ローグネーション。まあ、6番、隣の枠のパーに連勝してね、まあ、勢い、連勝の勢いでここで挑戦ってことで、まあ、つまりね、まあ、そこら辺とは勝負付けが済んでる、ここで今回印が入ってない馬たちとは勝負付けが済んでて、相手強化だけれども、どこまでやれるか見てみたいなという馬ですね、狙ってみたいと思います。そして8番、エイシンクエーサー。門別でね、2着、2着、2着みたいな感じで、未勝利のまんま、園田、兵庫県競馬へ転入ということでね、転入から4連勝。まあ、前走に至っては8馬審査と、まあ、ここに来てね、成長もしていることは間違いないだろうなということで、まあ、紐には入れておきたいと思います。まあ、栄新さんの馬ですしね、園田への転入も予定通り、そして園田でその辺のね、馬主さんの関係で信頼関係がある、まあ、そういったところがね、手がけてということで、紐には入れておきましょう。まあ、そして9番、ウィンドケーブ。まあ、前走はね、惜敗でしたが、その前の大敗からは変わり身を見せました。まあ、同じ相手、似たような相手というかね、前走、その惜敗2着に敗れた相手、ダイヤモンドダストとの差って考えたときには、まあ、今回ね、僕が知る限り、園田って結構外目の枠がとかって話はね、まあ、6、7、8、9、この辺の真ん中あたりの枠がいいんだよっていうのは、園田で、地方競馬触れた頃にね、教わったネタだったりもするんでね、枠もいいところ引いたし、今回はやってくれるでしょうということでね、期待をしてみたいなと。ダイヤモンドダストとの差も逆転すればね、比較的人気としてもね、まあ、配当が跳ねる可能性もあるんでね、まあ、狙ってみたいなというふうに思っております。そんなわけで今回もまたやってみましたが、またね、今後もやっていきますので、今回は適当に名古屋に、もう名古屋競馬なくなるんだ、もう最後だと思ったらね、つい休みの日わざわざ来ちゃってね、こんな感じの雑な、もうだって日付変わる前に帰りつかんもんっていう感じになっちゃったんでね、あれなんですけれども、またやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。